行ってない。どちらかというと南の方に行ったかな。うん、けどあの別に寒かったからパンツ買ったわけじゃなくて、あのまだしかも買ったパンツね、あの安定のあれね、なんだっけ、ボクサーパンツだっけ、あのなんだっけ、ピタピタのさ半ズボンみたいなやつ、あれボクサーって言うんだっけ、トランクスだっけ、忘れちゃったまた忘れた。そう、パンツ変わりすぎてパンツの種類よくわかんない。ね、今回はね、あ、ボクサーか。そう、今回はね、あのね、違う柄のやつ。なんか食べ物の柄のやつ買った。可愛かった。可愛くて、そう、なんかね、食べ物がね、いっぱい書いてある柄のやつ買ったんだ。そうそうそう。かっこいいやつじゃない、全く。総柄の、なんかいっぱい食べ物が書いてある。いやー、そう、パンツね、今度パンツ履く前に見せようか。何のパンツ買ってきたか。パンツ見せる配信する？小松先輩と似たようなやつで全部ボクサーだけど大丈夫です。なんでだよ今度見せてあげようか小松先輩の配信と違って色気ゼロバビ肉のパンツ見せられました。バビ肉じゃねえっつってんだろいやー、そう、かわいいパンツいっぱい持ってるからさ、私、今度なんかパンツなんか一新しようかな。私パンツあんま履かないからさ、パンツ傷まないんだよね全然。だからもう何年も同じのがあるからさ、今度一新するか、パンツを。一新したらさ、履く前にみんなに見せよう。さすがにこれ履いた後のパンツなんだよね、きついものがあるセクハラですよね、ふざけんな今度さ、あれ、私のパンツ見せる配信もやってあげるねまだ言ってる。今度私のパンツ見せる配信もやってあげるやってあげる大丈夫、大丈夫じゃない結構です、やめてなんかさ、こないだもさ配信でさ、なんかさ、今度パンツ見せてあげるねみたいなこと言ったらさ、なんかさ、いや、いらないみたいなえ、キッズごめん、いらないみたいななんか、遠慮しとくみたいな感じにコメント欄溢れてて、おかしいな、なんか小丸先輩のね、パンツ開けるパンツのさ、なんかね、なんか福袋みたいな開ける配信よくやってるじゃん、小丸先輩。あれとかなんか結構いろんな人見に来るのに、なんで私の時だけなんで私の時だけと思って、いいじゃん、私のパンツ見たくないまあいつか見せてあげるよ、パンツも見せてあげるというこの恩着せがましさ